はい、皆さんこんにちは、マネルグリビジです。では今回は発売案方レジスタンス DLC を入れたアメリカ軍プレイの続きをやっていきたいと思います。で今回はですね、台湾の、まあ、占領を進めつつですね、沖縄の攻略、沖縄上陸戦をなんとかね展開していければいいかなと思っています。ではまず台湾の占領を続けていきましょう。であとですね、艦隊なんですが、大西洋の方にいる第一大西洋艦隊、これをですねちょっと先に日本を叩いておきたいという思いがあるので、日本の方に派遣していきます。これでね、日本周辺の制海権を確実にかつ継続的に確保していければいいかなというふうに思っています。では時間を進めていきましょうか。台湾の方には帝国の陸軍は駐屯してなかったようですね。で福建省の方も確保したので、福建省の方にもちょっと海軍を張り付かせておいて、陸軍の駐屯をね、少しばかり置いておければいいかなと思います。で足りないのは何？タングステンか。全く数が足りてないな。これどっから輸入するかだな。オーストラリア、そもそも取れる量が少ないね。となるとソビエトからもらいましょう。でここで台湾の占領が完了しましたね。台湾の占領が完了したので、そしたらそうだな、第4軍に関しては一度フィリピンに戻します。で代わりに第6軍を駐屯させましょう。でしばらく見てなかったうちに議会の方はどうなっている。まあ会員の方がいつもながら微妙だな。ここはロビー活動を発動します。あとは鉄資源だね。鉄資源もここぞとばかりにいただいておく。でレジスタンスか、まあ、台湾のレジスタンスちょっと微妙だけどしょうがないね。であとは海軍の到着を待って、台湾から第4軍を引き上げて、そうだな、上海方面に上陸をかけていきますか。そうだね、上海方面の上陸が上等かな。もしくは沖縄。ちょっと悩ましいのが沖縄だな。沖縄を取れば帝国海軍の呉海軍工廠、ここをね爆撃機のエリートに収められそうだな。となるとそうだね、第4軍は沖縄占領に向かってもらいましょう。ちょっと急な話ですが沖縄占領に向かう。でちなみにこの沖縄、帝国がいるのかどうか、そもそもね戦力がどれほどのものか。海軍戦力いないな、いない。これであればなんとかなる。よし、これはチャンスですね。沖縄を取ってしまって、そこから飛行機をバンバン飛ばしていきましょう。で第5軍をそしたら上海
へのね、上陸に使っていきます。上海でいいよね。上海に上陸仕掛けていって一気に取り返していきましょう。よし、時間を進めます。研究の方は、まあ、40年の3月になってるので、まあ、41年のものをね、研究そろそろ始めていきましょう。沖縄を何としても占領したいのっていうのと、帝国海軍との戦いをどう切り抜けていくかというところかな。ではちょっと時間を進めていきます。そしたら沖縄への上陸成功してますので、このまま沖縄本島すべてを、一度ね、占領下に入れちゃいましょう。で、沖縄占領したら沖縄から飛行機を飛ばしますというのと、あとは諜報機関ですね、連合軍に入ったことによってスパイマスターになれるという話があるので、ちょっとね、今回スパイマスターになってしまいましょう。これで、リクルートできるエージェントが増やせるという話のようなんで、ちょっとね、そこも確認していきます。これでエージェントの数が激増している。いや、雇おう、早速雇おうじゃないか。新たなエージェント、リクルーティング、30日でリクルーティングされますね。で、さらに、これ合計8人雇えるな。夢がむちゃくちゃ広がるな。3人の作戦がね、実施できるようになりますね。よし。台湾も取った。これで、攻勢に出ていけば、さらに沖縄もね、手に入るという状況ですね。あとは上海の上陸作戦がうまくいくかどうかというのと、帝国海軍とね、本格的な艦隊戦がまだなので、ちょっとその艦隊戦がね、どうなるかっていうところですかね。怖いところはその2つ。上海の上陸と、あとは帝国海軍との艦隊戦。沖縄は完全に取りましたね。そしたらここに、飛行機。そう、爆撃機を展開していきます。これを、そうだな、まあ、100機配備しましょう。で、この100機で日本本土への爆撃が可能ですね。やっぱり本土への爆撃を行っていきます。よし、これでだいぶ楽になるな。沖縄にも守備隊を置いておきましょう。いやー、陸軍の数がちょっとやっぱり足りないな。で、第6軍は
なあ、なるほど。取れてない場所があるな。航海が取れてないね。ここの一部航海。ここを取らないと、残念ながら、強襲上陸ができないという状態ですね。であれば、まず、第一太平洋艦隊ですが、第五戦隊がドック入りですね。カリフォルニアで。それ以外は一応戦闘は取れる。派遣域を少し増やしましょう。で、第二太平洋艦隊ですが、こちらが、ドック入りしてるのは全ての艦艇がドック入りしてる。となると、やっぱり、急遽呼び寄せた、この、第一大西洋艦隊ですが、空母が一隻ドック入り。その他は、今、交戦中ですね。これを、航海に派遣しましょう。交戦が終わったらね。上海に陸路から行く手段がない以上は、どうしても上陸したいもんね。お、航海が取れた。これで強襲上陸が可能なはずだ。上海を取りましょう。と思ったらもう取ってる。早い。上海に展開した部隊ですね。とりあえず支配域を広げましょう。南京あたりまで広げましょう。沖縄に入った部隊もこの次、上海に上陸できるように準備を整えておきます。で、F 県、台湾、沖縄とそれぞれ3師団ずつですね、駐屯部隊を置くという段取りにしてあります。第6軍、第7軍、第8軍が、それぞれ福建省、中国本土ですね。で、台湾、沖縄という形で上陸、占領、駐留。何なんだって話なんです。駐留ですね。させていきます。メキシコが連合国側に入ります。これは歓迎だね。で、研究枠ですが、先ほど実はですね、煙幕発生装置を入れています。まあ、もうすぐ終わりますけどね。で、これに加えて、続いてなんですけども、ドクトリンは海軍航空作戦、これを入れて、対艦照準力プラス 10% に、母艦の指揮統制率プラス10のボーナスを獲得していきます。そうだな、上海の部隊に関してはちょっとここはポイントを使って強行を行いましょう。で、沖縄にいる部隊は那覇から上海の支援に入ってもらうだ。これは帝国軍の大艦隊だな。赤城、宝生、加賀、龍城、4空母ですね。さらに戦艦の扶桑、金剛、霧島、これ巡洋戦艦です。いやー、これはちょっと厳しいな。第一太平洋艦隊が壊滅する可能性がありますね。戦力差がありすぎる。いやー、4空母を集中運用してたか、やっぱり、帝国は。ちょっとここは我々も艦隊の統廃を進めた方がいいかもしれませんね。
いや、ここ本当に厳しい戦いになるね。赤城宝生加賀龍城、まあ、なんとか逃げ切ってもらうしかないな。クルーザーが6隻撃沈されたな。ちょっと待ってくれ、ここはじっくり見たいぞ。いやー、でも厳しいなー。いやー、これ本当に厳しい戦いになるね。これもう逃げる、逃げの一手だもんね。第一太平洋艦隊が敵の小沢さんが率いる、まあ連合艦隊主力ですね、これは。まあ航空機の数ではね、負けてないですけどね。ちょっと主力艦、戦艦クラスが船体として整ってなかったな。第一艦隊、ちょっと中身見ておきましょう。第一艦隊。そうだな。戦艦12隻。ペンシルベニア含む第一太平洋艦隊、アメリカ海軍の総機関。戦艦12隻が間に合うかどうかというところですかね。上海の方はなんとかね、持ちこたえてもらってる間に、勢力を広げていきましょう。で、我々は、那覇の艦隊戦で敗れたわけだ。敵は潜水艦に撃ち失ったのが1。味方は、レンジャーが撃沈されたか。いやはや、やるな。まあ、ただ、味方の損害はレンジャー1隻。まあ、味方というか、アメリカ海軍としてはレンジャー1隻ですね。この他はオーストラリアとかね、中国とかで艦艇を失ってるようです。クルーザー6隻とかね。いやでもレンジャー失ったか。では、ちょっと建造状況を確認しましょう。空母の建造状況ですね。ヨークタウン海が1隻41年。もうちょっとかかりますかね。1月なんで半年以上先。ヨークタウン海。そうですね。ちょっと先だよな。まあ、手駒としては、今すぐにでも、ヨークタウン欲しいぐらいだからね。帝国海軍の主力艦隊相手にちょっと手こずってますかね。東シナ海、南シナ海、フィリピン。この辺りの制海権を完全に奪われた。沖縄から出れなくなったな。今ある大陸にいる戦力、これが10師団ですね。この10師団で上海を死守するしかない状況かな。で、その他出せる艦隊、遊撃艦隊はちょっとしょぼすぎて話にならないからな。そうですね。大西洋艦隊と、あと、健在の、まあ、この第二太平洋艦隊。第二太平洋艦隊の方は、空母が3隻。ただ、その3隻の空母すべてが今、ドック入りですね。で、第一太平洋艦隊に戻ります。第一太平洋艦隊が、空母1隻失って、空母2隻体制ですね。沖縄で修理中。いやー、なかなかしんどいな。艦隊は再編するのがね、大変ですからね。ましてや、大型艦を失うと、何年もかかる。レンジャーを失ったのは痛い。ではちょっとまた時間を進めていきましょう。
パラオーキで今度はイソロクさんですね。まあ、さっきと同じ艦隊だと思いますが、連合艦隊とここでも交戦ですね。いや、強いな。どうする？敵の空母一隻でも沈められればいいんですけどね。まあでも一応、いや、こちらはでもな、戦艦三隻失ってるからね、これ勝利って言えるのかな。何をもって勝利と言ったんだろう。味方は戦艦三隻を失って、敵はね、駆逐艦四隻、あとは、まあ、航空機三機の損害で、北パラオの戦い勝利ってなってるけど、いやー、そうなのかな。そしたらどうしようかな。まずは、対艦攻撃機の数を、いや、ないよ。そもそも対艦攻撃機がない。全然ない。日本への爆撃は強化していきたいし、いや、陸軍の工場が全然足りないな。で、一人人を雇えますね。ここも女子。おお。まあ、メリケンサックタフでもいいですけど、ここは雄弁者。ちょっと待って、ただ、何人かっていうのも重要だからな。まあ、何人っていうか何語か。フランス語が喋る。いやでもね、顔重視で行きたいよ、やっぱり。ジーニーちゃんにしましょう。顔が一番やっぱね、可愛い。ジーニーちゃんにします。いや、相当数のこれ、エージェントが雇えるな。やっぱこの大国だとこのエージェントの数にね、気にせず雇えるっていうのは、醍醐味というか面白い要素かもしれないですね。で、このエージェントを捕まらないでくれよ。日本に派遣して、日本のね、作戦の概要をすべて我々の目の前にさらしてもらいましょう。では、また時間を進めていきましょう。で、上海取ってるので、上海近接航空支援機、100機配備して、これで、第5軍を支援させましょう。で、艦隊の統廃合もね、ちょっと進めで、第一太平洋艦隊と第二太平洋艦隊をね、ちょっとガッチャンコするっていうのも検討しましょうか。戦力分散させた、まあ、とはいえ、第一太平洋艦隊と第二太平洋艦隊は、それぞれ3隻の空母を要していたので、まあ、分散させたっていう認識はなかったんですが、まあ、でも、そうだな。日本軍は6隻の空母を4隻、まあ、主力艦隊として扱っていましたよね。我々は、空母9隻持っていたものの、それを3隻3隻3隻って配備しちゃったのが良くなかったのかな。第1、第2太洋艦隊に3隻ずつ計6隻で、第1大西洋艦隊の方に空母3隻、まあ、9隻あったのを3隻ずつにしてしまったのが良くなかったのかもしれないです。なので、今だったら、まだ第一太平洋艦隊と第二太平洋艦隊合わせれば、空母数で、日本と互角に戦えるんで、一旦ちょっと第一太平洋艦隊と第二太平洋艦隊、これをガッチャンコするっていうのを、検討したいと思います。というところでね、じゃあちょっと今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。
はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。